皆さんこんにちは。サッカー解説者の落合人です。今日は J1 参入プレーオフ4位の清水対5位の山形の試合のプレビューを行っていきます。ぜひ最後までご覧ください。はい、ものすごいドラマが第42節に待っていたなというところで、このゲームも私ダゾーン、解説入ってましたけれども、何かこう異様な雰囲気、当然ホーム山形のゲームだったので、山形の会場 ND ソフトスタジアム山形は1万人を超える大観衆ということで、甲府からも約1000人ですかね、サポーターの方がしっかりとこうサポートに来てくれて、いい雰囲気を作り出していたんですけれども、やはりまずホームの、利ですよね、を生かした山形ということと、あとは順位こそ甲府の方が上で挑んだゲームで、ありますけれども、こう始まってみて私も放送席から見て感じたのは、山形はもうやらなければいけないこと、目的は一つで90分のうちに勝つということですよね。勝たなければ6位以内に滑り込むということは、不可能なわけで、引き分けではダメ、勝つのみという山形に対して、甲府は他会場、千葉長崎の結果次第では、甲府自分たちは引き分けでも OK という、そういう可能性を秘めた中での、90分だったので、どちらかというとシンプルだったのは、山形ですよね。で、甲府としたらそういういろんな想定をした中で、いろんなストーリーを想定した中でこの山形戦に挑んでたとは思うんですけれども、少し、重たかったのは甲府の選手たちかなという印象は、始まってすぐに受けました。後半に入ってから甲府の選手たちがどっちなのっていうような、自分たちまだ後ろに重心を置いてていいの、それとも行かなきゃいけないのっていう、そういう結構あやふやなというか、ピッチとベンチの間でちょっとそういう意思疎通がずっとじゃないですよ、本当ちょっとの間あったなというふうな雰囲気は僕は感じました。で、試合途中に、後半途中にベンチから引き分けじゃダメだ、前に出なきゃいけないっていうことを、コーチングスタッフ、あとはやっぱり退いた選手たちが、もうそういう情報をピッチの選手たちに、もっと前に自分たちが行かなきゃダメだ、勝たなきゃダメだっていうことを、後半の途中からものすごいこうメッセージを強く、届け始めたんですよね。そのメッセージが届くまでピッチ内の選手たちは結構こうどっちつかずと言いますか、曖昧になってしまってたって、そういう時間が甲府長かったので、ああやっぱりこれ順位が上だから有利っていうことじゃなくて、やっぱり戦う上では目的がシンプルなチームの方が戦いやすいし、ある意味強さが出るんじゃないかなっていうのはあのゲームから感じたし、実際、強い山形が最後の最後まで甲府のゴールに矢印を向けながらゲームを進めたので、強い山形がしっかりあったなということと、強い甲府ではあったとは思うんですけども、難しさを抱えたままゲームは過ごしてしまったかな、そういうちょっとした差が結果に表れたゲームだったかなと思います。宇高のシュートをブロックをした西村選手のこのこぼれを、川山選手のこう足元にこぼれがね、渡ってからのカウンター、直前までは甲府のカウンターだったんです。一気にここから山形のカウンターの形に移ります。で、この時状況としては、ここから上を見ればもう6対6ですね。同数です。6対6という状況で。で、この時に川山選手は、もちろんスペースがあったので運びます。運びながら前方の方を観察します。で、ここにいるのが一つ、南修斗という選手です。もともとボランチですけども、やはり駆け上がるシーンが、この試合の終盤多かったので、南選手が攻め残っていました。じゃあ南選手、ここの状況からどうするかっていうと、こちらのスペースにスペースがあることを瞬時にこう把握できたので、ポジションをここに移してボールをここで引き出します。で、ボランチも当然ボールに行くんですけど、この時に重要な動きをしたのが川山選手、
ここから何十メートルもボール運んできたんですけど、さらにここからポジションを、まあ、いわゆるポケットと言われるところですね、ここのポケットの位置に、ポジションをここから移しました。で、当然ここはフリーな状況になったので、南選手は河合選手にボールを託します。なるとどうなるかというと、ここでフリーにさせたくなかったので、甲府のセンターバックが1枚プレッシングに来ます。で、ここで、細かいこと言えば、一旦ここでボールつつかれて、河合選手ボールを失いかけるんですけど、ここでまたボールを保持し直すことができる。で、南選手どうしたかっていうと、河合選手に預けた後、さらにこういうポジションを取ったんですね。強気なポジションを、まあ、センターバック釣り出せたので、今度は新たにここにスペースができたので、ここでボールを受けるっていう、から、ぐるっと回ってった形な、こういう形ですね。で、ランニングを入れて、またボールをさらに深いところで引き出すということで、ここで南選手は一旦フリーな状況を作ることができたわけです。で、相手は数的不利なこう中2枚になった瞬間、これを感じた、ここではデラトーレ、高橋純也っていう2人のフォワードがいるわけですけど、ここでも見事な仕事がありまして、っていうのも、高橋純也選手がこの南選手がボールをペナカドで受けた瞬間に、一気にこのニアに走り込みます。で、ボールを要求するんですね。そうなると当然甲府の選手たちはそれを阻止しなきゃいけないので、こういうポジションを取ることになる。はい、空いたのは最終的にデラトーレがシュートを決めたここですね。デラトーレはここに自分の体勢を整えながら入っていく。南選手はこの高橋優也選手のランニングを見ながら、ここに入れるよっていう目線も送りつつ、体とは逆の向きのこのデラトーレ、フリーになったデラトーレにボールを送って、最後こうフィニッシュシーンに、はい、入っていくということなんですけど、まあ、要するに何が言いたいかっていうと、カウンター、主から攻に移り変わったときに、まあ、南選手が一人攻め残ってたっていうのも一つポイントなんですけども、ただそれだけじゃなくて、瞬時に空いたスペースで、スペースが相手の背後で、河合選手も見事だったのは、預けて終わるんじゃなくて、さらに相手の背後で取られかけるけど、南選手またさらに相手の背後に侵入していくっていう、相手の嫌がるところ嫌がるところを連続して取りに行った結果がこのゴールにつながったということ。あとはもうゴール前で言うと、もう高橋純也選手の目立ちはしないですけども、ニアにディフェンス1枚する、2枚もしくは釣ったあのランニングも見逃しちゃいけないし、あのデラトーレの決して南選手の優しいラストパスではないんですけど、見事にしっかりとこの浮き球は足をこう縦に振るんじゃなくて、面で待ちながらこうやって叩いていくっていう、ストライカーがなせる技っていうんですかね、あの経験の中で点じゃなくてちゃんと面で、そういうボールを待ってしっかり叩けたっていう、さすがストライカーっていうゴールですけど、まあ、あらゆるところで山形の選手たちの点を取らなきゃいけない、点を取るために最後の最後自分たちは走るっていう、そういう意思がたくさんこう詰まった勝ち越しゴールかなというふうには僕の目には映りました。はい、清水の基本布陣は 4-2-3-1 です。そしてまあ今更説明するまでもないと思いますが、点の取れるタレントが揃っているチームです。今シーズンは町田が79得点でリーグ総得点では1位に次ぐ78得点という数字を叩き出しています。で、その78得点のうち45得点、まあ、つまりまあ6割ぐらいですね、約6割を叩き出しているのがこの前線の4人です。で、今からちょっと1人ずつ名前挙げてきますけど、リーグ戦終盤の清水は7試合か8試合リーグ戦もう11人スタートのメンバーの顔ぶれは全く変わってませんので、おそらく山形とのプレーオフもそのメンバーで来るんじゃないかなというふうに僕は予想します。一人一人というと、一番先頭にはチアゴ・サンタナという選手が今季12得点挙げています。で、左のワイドに入ってくるのがカルリーニョス・ジュニオという選手、
この選手は今季チーム得点王です。15得点挙げてます。そしてトップ下、元日本代表の乾選手、今季10得点挙げてます。そして右に回ると中山選手が今季8得点ということで、この4人で78分の45得点を挙げているというチームです。で、まあ、インパクトがあるのはもう本当に今挙げた4人ですし、その中でもこの攻撃陣をうまくこうコントロールするのがこの乾という選手。やはり狭いエリアでボールを受けてもほぼミスはないですし、なんかすごく汗をかいている印象はないんですけれども、いいポジションを取っていいところにボールを配球していくっていう、やはりテクニックが日本の中でもやっぱりトップクラスだな。 J2 だったらもう間違いなくトップですよね。トップという選手がトップ下にいるので、この選手に自由を与えたらいくらでもいいボールは出てきちゃうよっていう、そういう選手がここにいます。そしてあとは僕個人的に最近すごくいいなと思っているのが、左のサイドバックの山原という選手です。正式加入は昨年ですね、去年2022年に、筑波大学から加入しています。その前の年に関しても特別指定でチームにはね参加していたんですけれども、もう昨年のうちから左のサイドバックはレギュラーとしてしっかりとその座を確保している選手ですね。今シーズン最初出てて途中は少し負傷ですかね、怪我もあってシーズン途中は抜けましたけども、シーズン途中からしっかりまた戻ってきて定位置を掴んでいるという選手です。なので、まあ、清水の特徴で言うと、僕はやっぱりこの左の山原という選手、個人での突破もあるし、このカルリノスジュニオがやっぱり中に入った時いい関わり方するし、張った時もこういう関わり方も柔軟にできる選手なので、左サイドが特に怖いなっていうなところは僕は感じてます。またこれデータで見ると、まあ、詳しい方はさらに詳しいんだと思うんですけど、僕の肌感覚で言うとこのトップ下の乾選手はどちらかというとここを取りに行くことが多いですね。ここを取りに行くことが、左のこのボックス脇のところを取りに行くことが多くて、まあ、当然多分ここでボール持って右足でボール持ってね、このクロスだったりカットインからのシュートっていうのもね、乾選手の一つの形でしょうから、多分ここで自分の形に持っていきたいっていうのもあるのかなということを考えると、この山原という選手とカルニョスジュニオと乾がこの左サイドで攻撃を作りながら仕留める選手たちがこっちゴール前に入っていくっていう、そういう得意な形を持っている、うん、そんなチームの印象ですね。まあ、あとはね、ゴールキーパー権田選手がゴールを守っているということで失点数もすごい少ないチームですね。リーグでは得失点数でいうとトップかな、清水が、はい、それぐらいやっぱり攻撃が爆発的だし、守備もやっぱりこう名のある選手たちがしっかりと後ろを固めてるっていうこともあって、なかなか隙のない、うん、だからこそこういう順位にいる、うん、J1 仕様のチームだというふうに思ってます。